お元気ですか、ボクシミです。今回は2023ベースボールカードフュージョン開封動画4回目でございます。4回目の方はね、 なんとかかんとかでね、購入することができました。それでね、前編8パック後編7パックずつやっていきたいと思います。狙いは、始球式カードの直筆サインカードでございます。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。まずはね、前編の1袋目でございます。広島カープの西田真嗣外野手でございます。で、山本由伸投手ですね、当時オリックスですね、最多奪三振取った時のカードでございます。で、ジャイアンツの岸田幸則捕手でございます。で、これ始球式カードでございます。タレントの幸平梨沙さんの始球式カードでございます。で、ソフトバンクの石川修太投手でございます。で、阪神の坂本誠志郎捕手でございます。2袋目でございます。山本由伸投手の、最高勝率のカードでございます。ヤクルトの五十嵐亮太投手でございます。西武の松井和夫内野手でございます。で、前田健太投手ですね、これね、カープ試合のね、カードでございます。遠藤和彦投手でございます。これ、太陽ホエイズのね、ユニフォームでございます。で、阪神の、坪井智隆外野手でございます。現在はね、北海道のフロンティアリーグの石狩レッドフェニックスの監督を務めておられます。3袋目でございます。ヤクルトの五十嵐亮太投手でございます。巨人の巨人の秋広優斗内野手でございます。で、始球式カードでございます。石川團十郎白猿さんですね、歌舞伎俳優の始球式カードでございます。で、阪神の才木浩人投手でございます。で、阪神の近本浩二盗塁選手の、ごめんなさい、近本浩二外野手の盗塁王でございます。で、千葉ロッテのベルトモ投手の、こちらは最優秀中継ぎのカードでございます。4袋目でございます。広島の新井貴浩内野手でございます。近鉄の石井宏夫内野手でございます。ヤクルトの山田哲人内野手でございます。で、ソフトバンクの近藤健介外野手ですが、ちょっとね、イメージが違います。ちょっと銀箔かかっています。こちらが、200シリカードでございます。続けていきたいと思います。阪神の田淵幸一捕手でございます。楽天の村林和樹内野手でございます。5袋目でございます。ヤクルトの八重樫幸雄捕手でございます。
で最多勝のオリックスの山本由伸投手でございます。で当時ねオリックスでございます。で地球式カードでございます。タレント女優の相田紗理奈さんの地球式カードでございます。で中日の平田良介外野手でございます。で阪神の島田海里外野手でございます。で最優秀防御率の阪神村上頌樹投手でございます。6袋目でございます。で広島の島内宗太郎投手の最優秀中杉のカードでございます。でロッテの茶野徳又外野手でございます。で地球式カードでございます。アーシストの、アノさんでございます。で、中日の村松海人内野手でございます。で楽天の松井裕樹投手の当時ですね、当時楽天の最多セーブのカードでございます。で横浜DeNA ベイスターズの関根大輝外野手でございます。で7袋目でございます。これはねオリックスの東晃平投手でございます。でヤクルトの広沢克己内野手でございます。で日ハムの田中正義投手のカードでございます。でこれ大島洋平外野手のこれは2000本安打達成した時のねカードでございます。キラキラ模様でございます。こちらね、シールは入っておりません。で楽天の浅村秀人内野手でございます。で横浜の当時ですね、今永翔太投手のカードでございます。こちらね、最多奪三振上げた時のカードでございます。前編最後の8パックやっていきたいと思います。日本ハムの川野隆成投手でございます。で広島の大野豊投手でございます。で地球式のカードでございますね。声優の藤田咲さんのカードでございます。で初安打時の、阪神前川右京外野手のカードでございます。で横浜の山崎康明投手でございます。で最後は楽天の伊藤幸也内野手でございます。以上で 2023BBM ベースボールカードフュージョン開封動画、前編4回目終わりたいと思います。はい、後編にね、頑張ってみますけどね、期待してください。私のね、自身の2枚目となる始球式カード、直筆サインカードが出るかもしれません。はい。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。